皆さん、こんにちは、戸田和幸です。すいません、眩しいんで、サングラスだけさせてもらいます。すいません。日付変わって午後になりましたが、昨日日本がフランスを4対0で、破りまして、見事3連勝で準々決勝に進出をしたと。前回同様に小沢くんと動画をと思ったんですけども、僕は昨日、試合の開始が遅い中で、終わった後にその日付が変わる前に評論を一本書くっていう仕事がありまして、で小沢くん、小沢くんでスペインの試合のライブ配信の仕事があったみたいでですね、ちょっとお互いの都合がうまく合わず、でスペインの試合の方の動画は小沢くんも出してましたんで、よかったそちらを見てもらって、アルゼンチンの引き上げには終わったんですけども、試合内容とすると大きくスペインが上回った試合でしたので、大会を進むにつれてチームとしては良くなってきたなというのが分かる試合だったと思いますが、そんな話をしていると思いますので見てみてください。で今日は自分は朝から怪我明けの選手のトレーニングをちょっと行ってたので、実はその行きにこういう形で動画を撮ったんですけども、なんかうまく撮れてなかったので、今ちょっと帰りのすみません車中なんですけど撮ってます。で今回に関しては、フランスの、状態が、非常に良くなかったので、かなり一方的な試合になったっていうこともありますし、今日ちょっと小沢君と都合をうまく合わせることができないので、スペインの試合も合わせて話しようかということは言ってたんですけども、スペインのはもう出してくれてますし、この日本とフランスの試合を時間をかけて振り返るような形には多分ならないと思ったので、この試合に関しては自分が一人で話をして、でまたニュージーランド戦もしくはスペイン対コートジボワール戦の後に、2人でやりましょうと、ライブ配信も含めて検討しましょうと、そんなことになりました。ご了承ください。で日本とフランス 4-0、見事な勝利だったと思いました。オリンピックなんでやっぱ選手集めるのが難しい、これが特にフランスに関しては、大会直前までバタバタしてましたので、一度メンバーリスト作ってまた変えなきゃいけないっていう、そういう意味で考えると、日本は現状呼べる選手、一番監督が求める選手を呼んでいるので、フランスからするとおそらくは1段階、2段階、3段階目のグループになっていると思うんですね。でそこに、ジニャクと、サバニエとトバンがオマイジで入って、で大会前のトレーニングも、ほぼ、できてないという形で乗り込んできましたから、で結果的には3試合で、11失点なので、南アフリカ戦は4点取って逆転勝ちしましたけど、やっぱり大会をこう勝ち進んでいくだけのものはないフランス代表だったのかなという評価にはなってしまうと思います。日本とマッシュ同じようにフランスがメンバーを集められたとすると、例えばエンバペがいて、デンベレもいて、シュバラとアワールがいて、でカマビンガもいて、で最終ラインは、多分レスターのフォファナとか、そこら辺も呼ばれるんでしょうしね。そうすると、クンデとか、クンデはユーロの方に、出てたので、どっちみちないとは思うんですけど、ウパメカノとか、キーパーも誰になるんですかね。要はもうトップリーグでプレーしてる選手ばかりのチームにはなってくると思うので、だからといってフランスが必ずしも勝てるチームになるかどうかっていうのはユーロを見ると、やっぱりチームスポーツなんで難しいよねってところはありますけど、そういう意味では、フランスからすると、その年代で一番優れた選手たちは残念ながら来られなかったっていうところと、準備期間がほとんど取れなかったっていうところは、監督からすると非常に難しい仕事を強いられたなというところが、至るところに噴出してしまって、日本との対戦だけじゃなくてですね、メキシコもしくは南アフリカの試合でも、トランジションも守備も含めてどうしてもグループとしての、高いレベルの仕事ができませんでしたから、選手たちはみんな、リーグワンとか、リーグの2部の方でプレーしているような選手が、いましたし、トゥザールなんかは皆さん知ってると思いますけど、今ヘルターでプレーしてたりとか、それなりの選手はきちんといたと思うんですけど、やっぱりチームとしていかに機能できるかっていうところに関しては、非常に難しかったんだろうなと
で、まあ、最初の2試合は、4-2-3-1 でフランスは入って、で、南アフリカの試合だと、トーマンがトップ下に入って、まあ、彼多分サイドに置くと守備のところがどうしても弱点になっちまうんで、トップ下に置いたと思うんですけども、まあ、ここはまた日本になった時には右のサイドハーフに戻ったと。まあ、できるだけ攻撃のところを最大限、発揮させたいということだと思うんですけども、で、その上でフランスは中盤を5枚にしましたよね。で、5枚にした中で言うと12番でしたっけ、ベカベカ、まあ、この選手も2部のチームのカーンだと思うんですけど、まあ、大会始まった時にはスタメンじゃなくて、まあ、大会の流れはおそらく序列が上がったんですけども、まあ、ボールを受ける時の、まあ、位置取り、体の向きの作り方っていうところは多分まだまだ課題がありそうなんですけど、まあ、細身な体には見えるんですけども、非常にあの力があって、でボールが扱えて自分で運べて、で体が動く分守備でのアグレッシブさとボールを取る力もありましたから、まあ、今回のフランスの中だとかなり印象に残った選手かなというところと、でその上でフランスは 4-1-4-1 で、攻撃も作ってきましたんで、日本からすると若干あの、まあ、はまらないというか、うまくアンカーのところもフリーに、されてしまうっていう、インサイドハーフ使ったところの、レイオフで前向き作られたりっていうところでは、まあ、フランスもその大会の中での努力で、ある程度キーパーからの日本のサイドハーフの頭越しのサイドバックへの展開も含めてですけど、まあ、運びのところに関しては多分フランスはこの3試合で一番良かったと思いますね。で、まあ、その中でもフランスからすると両サイドハーフ、コロムアニ左18番で右がトーバですね。だからここがやっぱ足元にボールが到達するんで、そこに関してやっぱ背後にこう走るってアクションがほぼなかったですから、ここがちょっとメキシコと似てましたよね。でジニャクがいて、まあ、ジニャクのところはボールがそもそも入らなかったんで、まあ、彼の一番得意なところはなかなか出ませんでしたけど、まあ、フランスで言うと、まあ、左のコロムアニ18番、まあ、個人戦術の部分がどうかなっていうところがちょっと気にはなりましたけど、ボールを持った時のやっぱり、スピードに乗るまでの速さとか、それを生かしたドリブルっていうところは、まあ、酒井も彼へのファールで、イエローカードをもらってしまって出場停止になったってことも含めて考えると、まあ、結構苦労はしてましたから、まあ、左からのドリブルの侵入っていうのはちょっと日本は嫌でしたよね。で右の飛ばに関しては、まあ、酒井宏樹と同僚で、まあ、マルセイユのプレー経験が長いと。でおそらく2シーズン前にかなり点を取ってるんで、その後に長期の離脱をしているはずなんで、あまりコンディションが良くなさそうだなっていうのが気になりました、大会を通じて、で暑さもあったかもしれないんですけど、まあ、ボールを受けるまでのアクションが非常に単調 でボールを受けてからも、まあ、左利きなんで基本的に内側に入るんですけども、ボールを持ったところの動きの質が、まあ、おそらく彼の一番良かった時と比べるとレベル的にはだいぶ下がった状況になってしまったので、で日本もそこに対しては中山と、まあ、内側から挟むっていう、入ってきたところも狙うっていう守備対応は、よくできてたと思いますから、ライネス同様にフランスからすると外すところまである程度できたのが、サバニエが怪我で交代するまで、で彼が下がって8番のルフィでしたっけね、彼が入ってからはまた 4-2-3-1 で攻撃の運び出しのところもそのまま行ってましたので、まあ、フランスがおそらく日本戦で唯一、まあ、時間と回数でいうと、短くて少なかったですけども、うまく行えていたのがボール出しのところで、まあ、日本からすると前の2枚の後ろ側は、まあ、遠藤と田中の両脇とうまく使われた時にちょっとアンカーがフリーになったりっていうところがありましたんで、まあ、それもフランスは、まあ、怪我によってなんですけど手放す形になっちゃってっていうところですから、まあ、基本的にはほぼ一方的に日本が試合をして上回って勝った試合だったなと。でフランスも中盤を5枚にして、まあ、厚みを出したいっていうところと、まあ、トップ下の久保のところもトゥザールができるだけ監視できるような形にしたと思うんですけども、まあ、ボールを奪いに行く仕組みとしてはフランスはほぼなかったですね。で5枚並べで中盤まで必ず戻って、でジニャクプラスで誰かがプレッシャーをかけるってこともフランスは行いませんでしたから、日本からすると大体まあハーフラインの手前かセンターサークルの手前のところまではノーストレスで運べる場面がほとんどでしたと。で少しずらした
中で、まあ、フランスでいうと、まあ、両サイドハーフの特にトーバの外側でここが、だいぶ相手の後ろ側に入る上ではポイントになってたように見えましたし、前半に関してはそこからなかなか背後にこう動き出した上田綺世のところまでボールが届かなかったり、まあ、出なかったりっていう場面は続いたんですけど、だからフランスからすると、まあ、14、18両サイドハーフ、まあ、右は外側、左は、まあ、内側通したところから日本は1点目につなげてますけど、まああいったところをいかに集団としてボールを奪うアクションを起こせるかっていうところは、まあ、作れなかったんでしょうね。でその前の2試合も前2枚残しになった状況で 4-4 で、まあ、日本戦と同じように人が立つっていうところ以上のものは出せなかったので、まあ、やっぱり難しさはあったんだろうなというところは感じました。もう少しなんかこう1人前出すっていうところにまでチャレンジしてもよかったかなと思いましたけど、残念ながら今回のフランスからは、まあ、そういった守備面での戦術行動はほぼ見られなかったんじゃないかなというところだったと思います。で日本は、まあ、丁寧な歯込みのところも行いつつ、まあ、基本的にゴールをやっぱり積極的に目指すところ、攻撃の速さの部分も出して、でそれによってあの失ったところがカウンター気味の攻撃を受けたところもありましたけど、まあ、常に攻撃と守備をくっつける形で、ペースも速く行うことを心がけてきてますから、まあ、トランジションのところで相手を上回れる場面も多かったと。で遠藤がいて、田中碧がいて、まあ、遠藤のトランジションのところでの活躍と、まあ、ボールを奪う局面での力強さ、田中に関しては、まあ、細かなやっぱりフェイクを入れつつ自分で前を向いて前にボールを運んでいく、つけていくっていうところは、まあ、非常に今大会の中でもインパクトのあるものだと思いますので、まあ、これからデュッセルドルフの方に移籍をしてどのようなキャリアを築いていくのか楽しみでありますが、まあ、この大会の中での活躍もすごく良いんじゃないかなと思います。あとは冨安が、この試合から復帰をしまして、イエローカードを受けた場面に関してはややその瞬間的な決断とアクションのところに鈍ってる感じは受けたんですけども、まあ、幸いにそういった局面自体が多くなかったってことと、まあ、試合の中で取り戻していった感じも見えましたし、まあ、その上で左のセンターバックとしては右利きの選手なんですけども、まあ、左足で、まあ、当番の外側、まあ、中山とか、まあ、旗手のところに少し巻き気味なんですけど速いグラウンダーのボールを蹴ったり、まあ、やっぱボールの持ち方も外、縦、斜め全部出せる。で、プレーをやめることもキャンセルもできると。で、体格の長いボールも左足で蹴れちゃうんで、ちょっとまあ驚いてしまうなという成長曲線を描いてますが、まあ強固さ、健康さに柔軟性がまた日本は後ろも加わりましたので、より盤石な感じに見えましたから、まあ次以降の戦いがさらに期待ができるものになったと思います。でイエローカードの累積で酒井宏樹が次出られないっていうところは日本からすると彼がもたらしてくれた、まあ、守備面それから攻撃面でのアシストの部分それからフランスでは点も取りましたのでまさに、頼れるオーバーエイジっていうところだったのでちょっと不安要素ではありますが、まあ、次のニュージーランドっていうところを考えた時に、まあ、いなくなるならここがいいなっていうところでもあると思うので誰かがいなくなるとするとまだ僕はニュージーランドの試合はきちんとチェックはできてないんですが、まあ、前線にクリスウッドがいますので、まあ、プレミアで3シーズン連続2桁以上取っていると、まあ、大きな体が、持ち味なんですが走れてもちろんエアバトルもめっぽ強いですし、まあ、クロスに合わせるもしくはポストプレーのところは、まあ、世界最高峰のリーグでもしっかり実績を残しているのである意味中盤を省略したフットボールができてしまう部分はあるんですけども、まあ、大会の中でもホンジュラス戦ですかね、左からの少しアーリー気味のグラウンダーのクロスにしっかり相手のディフェンスと駆け引きをしてぶつけて動きを止めたところから右足で決めるっていう、素晴らしいゴールも決めてますから、まあ、予選グループのその戦績を見ると日本にかなりアドバンテージがありそうな感じはするんですけども、ここからはもうトーナメントになってきますので、もうその試合に勝つか負けるかで全ては決まっちゃいますから、戦い方のところを工夫してくる可能性もありますし、
まあ、とにかく日本の2センターバックのところはどれぐらいクリスウッドと五分に渡り合えるかと、そこだけできてしまえば、あとはトランジションの分も含めて遠藤と田中碧がいて、でボールを受け取った後の素早い、球出し、それから間を取る、もしくは狭い空間でも前が向ける、で最終的にはゴールに向かっていくスピード感とそこの先の質の高さで日本は今大会点を取ってきましたんで、まあ、ニュージーランドを上回るもしくは振り回すことは十分可能でしょうから、まあ、そこは、期待して、皆さんで一緒にまた応援できたらいいと思います。でちょっと気が早いですけどね、ニュージーランドを超えたらおそらくスペインになりますと。でスペインは次コートジボワールなんですね。で、まあ、グループリーグコートジボワール、まあ、5バックエリック・バイーがいて、あと中盤にケシエがいると。で日本のフル代表と対戦した時のメンバーでいうと、まあ、クワメというセリアでプレーしている選手が、フィオレンティナとかな、まあ、前線にいて、あとはマンチェスター・ユナイテッドでまだそんなにリーグ戦の出場をした試合数は少ないんですけど、まあ、ディアロっていう左一気の、まあ、非常にクイックで、違いが出せそうなヤングスターがいると。スペインからすると間違いなくボールは持つと。なんで持った上で、まあ、怖いとするとカウンターなんですね。でここがどのぐらいスペインからするとゲームをコントロールして相手のカウンターの目も積みつつ、まあ、大会の中で積み上げられてきたファルソヌエビの部分と、あとはサイドのアタックなんでしょうね。まあ、左はクレジャーがサイドバックに入ってからかなりやっぱり良くなりましたし、アルゼンチン戦はダニオルモが左に入りまして、まあ、中間ポジションも取るし、外側で受けた時にオーバーラップするクレジャの、ランニングをしっかり使うプレーもうまくて、まあ、スペインはたくさんチャンスを作りました。で、ダニオルモ自身も決定機外しちゃったっていう場面もあったんですけど、やっぱりゴールにこう入っていくうまさはたくさん見せてましたので、まあ、どのスペインはスペインとして大会の中で成長している感じがあります。まあ、あとは右が、まあ、マルコア選手は右のウィングポジションで出ましたけども、まあ、ここのパフォーマンスレベルが今一つ。オーバーエイジなので、まあ、監督からすると使うっていうところから考えると思うんですが、まあ、他の選手がもう代表に入ってユーロでプレーをしているっていうところに、アセンシオは、まあ、オーバーエイジなんですけども、立場的には少し遅れてる感じだと思うので、まあ、ここのパフォーマンスがもう一つ上がればいいなと。また右サイドバックはスペインからすると、一つ課題ポジションになっていると思いますから、まあ、右下まだ怪我してて、あとはどうなんだろう、誰がまたサイドバックで出るかっていうところ出場停止になった気がするので、またちょっと確認をしますが、まあ、日本からすると今大会でおそらく、まあ、ブラジルとスペインが双璧なんでしょうね。で、まあ、組みしやすさっていうところで言うとスペインの方が組みしやすいのかな、どうなのかな。スペインからすると日本のあの潜り込んでいく、アタック、そのスピードの中での、クオリティの方がひょっとすると嫌かもしれないですよね。でブラジルと対戦する方が、まあ、ブラジルが逆に、相手にボールを持たれても OK で、そこから早いカウンターで、まあ、リシャーリソンがいて、マテス・クーニャがいて、あとはマヤクスのアントニーがいると、まあ、これで点が取れつつ右にはダニアウベスがいるんで、まあ、スプリント力はもうだいぶ落ちましたけど、まあ、プレス回避とか相手のプレスをやっぱり外しながらゲームメイクができる選手が右サイドバックにいるブラジルっていうのは、まあ、他のやっぱり国とは違う、特徴がありますんで、まあ、日本はブラジルと対戦するときは決勝なんですけども、まあ、その前にスペインがあると。もちろんニュージーランドは超えなきゃいけないんですけど、まあ、ニュージーランドに対する展望の話を、まあ、これたくさんする必要もなさそうなんで、まあ、スペインとの準決勝に、まあ、おそらくスペインが来るでしょうからね。まあ、この試合がもし準決勝で見られたら、まあ、ワクワクしますよね。で、メダルをやっぱり狙うという意味では、まあ、超えなくてはならない壁だっていうところもありますし、まあ、銅メダルでも確かにメダルなんですけども、まあ、やっぱりてっぺんを目指して、みんな努力してますから、一生懸命プレーしてくれているので、まあ、そこに向けて、超えるにふさわしい、まあ、強国が待ち受けてますから。でフランスの話はしましたけども、逆にスペインは国内リーグの、選手たちは派遣をクラブが拒否できないことになってますので、まあ、それによってペドリが来ちゃってたりするんですが、
まあ、パウ・トレス、いいですね。まあ、センターバックの幅の取り方の話の部分はしましたけども、まあ、相手がこうプレスが到達できそうな位置関係でも非常にテクニカルで質の高いボールをどんどん供給していますし、まあ、あと中盤のセンターのところは誰になるのかなっていうのが、まあ、スペインの一つテーマになりそうなので、まあ、そこの人選のところが、ペドリの疲労度も含めて、気にはなるところなんですけども、まあ、おそらくコートジボワールを上回って日本戦に到達するでしょうから、まあ、そこを本当に今から楽しみにしたいと思います。まあ、ドイツも終わり、アルゼンチンも終わり、まあ、各国さまざまな事情がオリンピックにはどうしても出てくるので、その年代の最高の選手が来ているわけじゃないよというところは特にドイツも言えるんですけども、まあ、それはそのレギュレーションの中で、まあ、最善を尽くして戦うべきものですから、まあ、フランスがもちろん皆さんが、まあ、聞いたら誰でも分かるような選手が実際にいますんで、まあ、もしそういった選手が来ていたらもっと確かになんかエキサイティングなオリンピックになるんだろうなとは思うんですけども、まあ、年代で考えるとこの時期に特にヨーロッパでプレーしている選手を集めることはもう困難を極めていて、まあ、おそらく基本的には難しいですし、まあ、オリンピックでのフットボールっていうところが今後どれぐらい、重要なものとみなされるかっていうのは、まあ、結構難しいところに来てる気がするんですよね。まあ、これは野球もおそらく同様だと思うんですけど、もうそれぞれに完璧に独立したプロスポーツとして、まあ、確立されたものがあって、でワールドカップがあって、で元々オリンピックっていうのは、まあ、アマチュアスポーツの、頂点を決める、まあ、大会だったわけですから、まあ、そこがどんどん拡大されていって、まあ、多額のやっぱり巨大なお金が投じられてっていうところでは変化していった部分はあるんですけども、テニスもそうでしょうね。まあ、プレーする時間帯も含めて、まあ、トッププレーヤーがみんな、まあ、健康を損ねてしまうようなプレー環境っていうのはやっぱり望ましくないですから、だからこれはオリンピックが抱えている一つ、まあ、闇というか、まあ、大きな課題だと思うんですけど、まあ、お互いに持つ持たれつの分があっても、やっぱり選手が何かの犠牲になって、例えば水泳の、ね、競泳の決勝も、まあ、アメリカの視聴者たちの時間に合わせて今日は午前中の割と早い時間に行われるんですけども、まあ、高いパフォーマンスを期待するのであれば、まあ、その時間にファイナルが行われるってことはやっぱりふさわしくないと思いますんで、まあ、最高レベルの選手たちの最高のパフォーマンスを見て、まあ、楽しませてもらうためにはもう少しなんか違ったものも必要なんでしょうけど、まあ、それがオリンピックだというのが現状なので、まあ、フットボールも決勝が正午から行われた時もありましたし、まあ、こういった難しさは、はあ、まあ、常につきまとうものなんですけども、まあ、僕が願うのは選手の健康は損なわれずに、競技の魅力がきちんと伝わる形で、できれば最高の選手たちが最高のパフォーマンスを披露してくれる、そんな場であってほしいなというふうに願ってます。ちょっとフランスと日本の試合が一方的になった部分もあったんで、ちょっと簡単な振り返りになりましたけども、まあ、日本は、まあ、初戦の緊張を感じられるような序盤の戦いから、まあ、一つ一つ自分たちでクリアをして、で、どんどん力強く今歩みを進めているところですから、まあ、油断するということは基本的にはないと思いますので、大丈夫なんですけども、まあ、自分ももちろんスペインの話をしているぐらいですから、まあ、その次を意識する分はあったとしても、まあ、それはその次の試合を超えない限りには到達することはできないというのは分かっていると思うので、まあ、これはあくまで振り返りなんで、まあ、その先を見越した話をしたかったからしただけなんですけども、まあ、またニュージーランドの試合を見て、でそれから日本とニュージーランドの試合を見て日本を応援して、でその後の振り返りを今度は小澤君とで取れたらなと思ってますから、まあ、また皆さんも一緒に日本を応援して、まあ、オリンピックでも、でワールドカップとはもちろん違うコンペティションですが、オリンピックでも結果を残して、まあ、その次につなげていくっていう今大きなミッションの最中ですから、日本のフットボールサッカーはまた次のステージに到達できるぞっていう今その瞬間を迎えられるかもしれないっていうところに我々携わらせてもらっているので、まあ、楽しんで精いっぱい応援して、まあ、自分がまた日本のサッカーに何ができるかっていうところを考えながらこの期間を過ごしたいと思います。それでは日本対フランスの
話からちょっとスペインの話まで、しましたけども、今回はこれで終わろうと思います。また小沢くんとの動画も撮ります。小沢くん のスペインの動画もぜひご覧ください。それでは皆さん、結局今日も非常に暑くなりましたので、湿度も高いですから水分補給をして、無理のないように過ごしてください。オリンピックで、プレーをされているアスリートの皆さんも同様です。それでは、今日はこれで終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。また次もよろしくお願いします。